湯の浦温泉タイラ島、小平市島石黒大崎が、美瑛治山城国分寺日内灘道の駅国道196号、桜井海岸伊予桜井駅今治湯の浦、IC 北京寺湯の浦温泉は、愛媛県今治市の南東、渚百選に選ばれた、白車聖章の桜井海岸を望む高台に位置する、温泉郷。湯出量は1日あたり1200トン。ラドンや、 クッソなどを含む良質の温泉として知られている NPO 法人健康と温泉フォーラムによる温泉療法医が進める名湯百選に選ばれている。三十四点七 c キログラムリチウムイオン零点二ナトリウムイオン八十八点四カリウムイオン一点九アンモニウムイオン零点三マグネシウムイオン十四点五カルシウムイオン三十一点ニストロンチウムイオン零点二第一鉄 イオン0.9、フス素イオン5.6、塩素イオン73.7、硫酸イオン12.6、炭酸水素イオン251.2、炭酸イオン1.6、硝酸イオン1.0、メタ計算39.3、メタ放酸1.8、有利に酸化炭素5.1、急性疾患、活動性の結核、悪性腫瘍重い心臓病、呼吸不全、腎不全、出血性疾患、高度の貧血、 その他一般に、病性進行中の疾患、妊娠中心経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、打ち身、くじき、慢性消化器病、自室、冷え症、病後回またき、疲労回復、健康増進18種類の浴槽、プールを備えた、多目的温泉保養施設クアハウス今治を中心に3県の旅館、 ホテルが存在する。日帰り入浴施設は一軒存在する。周辺には、公園、トリムコース、遊歩道があり、グランドテニスコートサッカー場が点在し、総合レクリエーションゾーンとなっている。また、国道196号には、道の駅今治湯の裏温泉も存在する。入浴施設は存在しないが、温泉スタンドがある。この地域は、 昭和51年に開発された比較的新しい温泉地ではあるが、昔から光明皇后ゆかりの湯として良質の温泉が出る湯治場として知られていた。平成6年4月28日、国民保養温泉地に指定。四国では初めての指定であった。ありがとうございます。